皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もリアクションしながらアニレボやっていきましょう。あれ、今日もリアクションするんですか？昨日スケビディトイレ72話のパート2をリアクションしたばかりじゃないですか。いやー楽しかったよな。そうだな、何よりも俺が喋ったのがでかかった。さあアキシ、俺の腕にアップグレードディテイナーの腕を装着してくれ。いやー、その前にアップグレードディテイナー倒さないと。お前たち何を話している？今日はスキビディトイレマルチバース31話のリアクションをするわけはなかったのか？あー、タイタンクロックマン、そうだよ、スキビディトイレマルチバース、前回の30話、とうとうタイタンクロックマンがアップグレードしてカウンタータイタンを倒したんだよな。あー、続きが気になる。こうしちゃいられない。そうですね、続きが気になりますね。早速皆さんで見ていきましょうか。あー、そうだな、アップグレードタイタンクロックマンの隠された能力も見れるかもしれない。こりゃ楽しみになってきたぜ。早速リアクションしていく。さあ始まるぞ、スキビディトイレマルチバース31話。ん？なんだこれ、ラジオか？あ、車の中、テレビウーマンちゃんが運転してる。大丈夫ですかね、30話は運転が荒かったですけれども。おお、クロックウーマンちゃんもいるぞ。おお、ウーマンちゃんだらけ。これはナイフスピーカーマンやアサシンドリルマンが羨ましいな。あ、なんだこの車は、敵か？どうやらスキビディトイレたちに追跡されているようですね。今回のストーリーはカーチェイスか。すげえな、映画じゃねえか。うわ超リアル。さあ、お、帽子をかぶってないクロックウーマンちゃんも可愛いということで、うわ銃が出てきた。おお、敵が撃ってきたぞ。やべえ、アサシンドリルマンさんが屋根に移動しましたよ。まさか、よくカーチェイスである。あ、やっぱりだ、乗り移ったぞ。おお、銃を取って、あ、ミュータントスキビディトイレが運転してたのか。よっしゃー、車を撃退。まだまだ空中から撃ってきますね。おー、無事にスキビディトイレたちから逃げ切れるのかこれ。それにしても他の車がいませんね。おー、すげー、車が後ろから来てるぞ。あー、空中からなんかごっついミュータントも現れた。いやすげーな、ほんと映画だな。ティンティンに向かってパンチした。わー、すげー、車に後ろからどつかれてる。あー、アサシンドリルマンがやばい。これもよくあるぞ、カーチェイスのシーンで。すげー、スキビディトイレでまさかカーチェイスが、激アツのカーチェイスが見れるとは、大興奮だぜ。すごいクオリティですね。おっと、ブラックスピーカーウーマンさんが後ろからナイフでぐさぐさと。あー、おいおい、スキビディトイレの輸送機の中に入っちゃったぞ。みんな気づいた。いやー、すげーバトルだな。戻れるのかな、ブラックスピーカーウーマン。トラックが突っ込んできましたよ。おお、ヘリコプターが爆発。あー、ブラックスピーカーウーマンちゃん大丈夫か。ナイフスピーカーマン心配そうに見てる。あー、向こう行っちゃったぞ。おい、助けられるのかよ。ブラックスピーカーウーマンさん、早く脱出してください。おー、スキビディトイレが落ちてった。あー、痛そうだな。あー、落ちる落ちる。おい、嘘だろ、大丈夫か。わ、バラバラ。え、ああ大丈夫だった。でも線路の上に転がっている。そこにタイミングよく汽車が来る。これ汽車もやべえだろ、破片が線路にあるから。ああ、足が瓦礫に挟まって抜けない。これはやばい、誰か助けて。おお、誰かが助けた。よかった、ブランジャーマンさん、かっこよすぎでしょ。真のヒーローは遅れてやってくるからなって、プランジャーがなんか評価されてたぞ。こんなんナイフスピーカーウーマンちゃん惚れちゃうでしょ。お姫様抱っこして、プランジャーマンかっこよすぎ。そしてトラックを奪って、はい、みんなが駆けつけた。よかった、みんな無事で。私たちの最後の戦いがスキビディベース1で行われると書いてありましたね。ペンシルマンたちからの知らせっぽかったな。やはりスキビディベース1にみんなで向かっているんですね。おい、なんだよあの鉛筆ヘリコプターは。ペンシルマンたちがいっぱい乗ってんだな。うわ、すごい数だぞ。すごいカーチェイスでした。さあ31話はまだまだ続くぞ。もうこれはアップグレードしたタイタンクロックマンが無双している。さあタイタンクロックマン、スキビディトイレがいっぱいいるけど大丈夫か。はい、時を止めて。お、なんだ、おー、すげー、ついに腰と肩のナイフが分離、そして小さい時計が目につきましたよ。おー、スキビディトイレをこれ操ってるぞ。すげーすげーすげー、面白い、モノクルみたいになってんじゃねえか。これはタイタンクロックマン元々の能力だったからな、敵を操るっていうのは。でもさらに強化されてそうだぞ。さあ逃げるスキビディトイレ、うん、それが正解だと思う。
刃物を飛ばす能力も昔からありましたよね。そうだな。スキビディトイレ、はい、逃げられない。なんて言ったって時を操れるからな。いや、時間を止めなくても実際戦闘力はかなり高そうだ。アップグレードタイタンクロックマン。お、ヘリコプタースピーカーたちが来たぞ。あ、これ通信装置なんだ。シールドだと思ってた。ペンシルマンたちの通信がタイタンクロックマンにも知らされたようですね。おい、ちょっと待て、ブースターかっこよすぎだろ。展開ギミック、足にもついてるぞ。これは機動力も高そうだ。アキさん興奮しすぎです。これ見て、興奮しない男の子なんているかよ。いや、アップグレードタイタンテレビマンとアップグレードタイタンカメラマンも、はい、どんどん進軍していく。いや、この2体もアップグレードされて相当強くなってるからな。しかもタイタンクロックマンによって武器が全部元通り、ピッカピカの新品状態。さあ、みんなタイタンたちが、はい、スキビディベース1に向かっているみてえだな。タイタンドリューマンさんもきっとそこにいるんでしょう。でもちょっと待てよ、気がかりなのはアップグレードタイタンスピーカーマンがいねえよな。舞台は変わってサイエンティストカメラマン、何やら計算みたいのしてるけど、おお、ラボか。なんだこのアーム、新兵器。うわ、めっちゃ強そうなんだけど。さあ、おお、なんか溶接工みたいなカメラマンがいるぞ。どうやら味方の研究所のようですね。何かを完成させたのか。これはもしかしてアップグレードタイタンスピーカーマンがさらにアップグレードされた。おお、次回が楽しみ。いやー、それにしてもすごいカーチェイスシーンだったな。まさかスキビディトイレのお話でカーチェイスが見れるとは。アキさん、一体何なんですかその車は。あれ、パロ知らないか。バトルカーだよ。結構前に作ったユニットなんだけど、いやー、このバトルカーに乗ってカーチェイスってのもなんかいいかもなと思ってさ、押し入れから引っ張り出してきたんだ。ずいぶんでっかい押し入れに入っていたんですね。これは一体どういうことだ。今回も私が登場しなかったではないか。あれ、前回登場してたじゃん。あれは幽霊としてでの登場だろう。ああ、リーダー、あなたはもうお話には出てこないかもしれませんね。お前までそんなことを言うのか、サイエンティストクロックマン。どうにか私を復活させてくれないものかな。リーダーのファンは多いと思いますよ。そのうち復活できるんじゃないですか、タイタンクロックマンのようにね。だといいんだが。今回も大活躍だったな私。時の王にして最強の剣士か。悪くない。アップグレードタイタンクロックマン、今回で隠された能力を披露してたな。背中と腰についた刃を飛ばして敵を攻撃したりとか、時計を相手の目につけて操ったりとか、まあこの辺はアップグレード前のタイタンクロックマンができていたことでもあるけど、いやー、よりかっこよく強くなってそうだよな。そうですね。そして皆さん、スキビディベース1に集結しそうな流れですよね。果たしてどんな敵が待ち構えていることやら。そうだな、アルファとカウンタータイタンはもうやられたからな。カウンタータイタンの本体と思われるクモはまだ生きている状態だが、敵にはまだGマンやサイエンティストがいますからね。そろそろパワーアップしたGマンが復活するんじゃないでしょうか。ああ、俺もそう思うんだよ、ラージクロックマン。おそらくGマンも出てくるだろうし、タイタンドリルマンやドリルウーマンちゃんがどうなったのかがめっちゃ気になるよな。ドリルウーマンちゃんを無事救出してタイタンドリルマンが戻ってきてくれたらいいんだけど。そうですね。あとはお話の最後で何かが完成したような感じでしたよね。おそらくアップグレード、アップグレード、アップグレードタイタンスピーカーマンじゃねえか。あの様子だとかなり強くなってそうだな。次回あたり登場するんじゃないのか。そうだな、タイタンペンシルマンもおそらくいるだろうし、タイタンが勢揃いするところを見てみたいよな。タイタンスピーカーマンにタイタンカメラマン、タイタンテレビマンはもとよりタイタンクロックマン、タイタンドリルマンが戻ってきて、未登場のタイタンペンシルマンが出てきたら6体のタイタンが揃うことになる。その6体のタイタンと戦う最強のGマン。いやー、すげえバトルになりそうだな。次回以降も楽しみだな。スキビディトイレマルチバース、またアニレボリアクションしていこうぜ。
よし、この後は久しぶりにこの押し入れから引っ張り出してきたバトルカーでドライブだ。アキスさん、コックピットがついてないようですが操縦できるんですか？あ、やべ、確かにそうだった。くそ、これじゃただのラジコンじゃねえか。忘れてたぜ。まあ、アキシのバトルカーみたいの作ってもいいかもな。というわけで、また次回からいろんなもの作っていくぜ。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたねー。いやー、カメラマン突っ込んでくんないってよー。